トランスフォーム断層茶、断裂体トランスフォーム断層は、プレート境界において生成される横ずれ状の断層のことである。中央海嶺、中央海嶺型、中央海嶺、海溝型、海溝、海溝型の3種類が考えられているが、ほとんどのトランスフォーム断層は、中央海嶺に交差して、顕著に見られる R は R 型である。 トランスフォーム断層はその形状から当初は横ずれ断層と考えられてきた。しかし、通常の横ずれ断層であれば、その変異量は中央部から断層単になるにつれて徐々に小さくなる。しかし、中央海霊間の断層においては、海霊間のみ変異量が大きく、海霊を超えるところで急激に変異量が小さくなっている。海底の残留時期研究などにより、 海底近くの形成年代がこの挙動が明らかになってきた。この断層の生成理由についてウィルソンは大陸が分裂する際にもともと中央海嶺に交差する弱い部分があって、それが大陸移動の際に割れ目となった横ずれ状の断層と考えた。これは1965年にネイチャー誌に発表されトランスフォーム断層と命名、定義したのが学士での位置づけである。 つまり、中央海嶺にて生成されたプレートが発散、言い換えれば、プレートが拡大しようとした時に発生する、中央海嶺を横切る割れ目として、中央海嶺、中央海嶺型トランスフォーム断層は生成される。大陸移動において、大きな大陸が地交帯で分裂する以前から、地交帯に交差する大陸の弱い部分があって、それが、大陸移動による力のかかり、 具合によって割れ目となり、飛行体のあった部分が中央回廊になった際に中央回廊を横切る横ずれ状の断層になって回廊軸がずれていくことになる。仮に通常の横ずれ断層とすれば RR 型の場合、回廊軸に関係なく単純に横ずれを起こし回廊軸間の距離は離れていくものとなる。トランスフォーム断層の場合は 海嶺軸に対して交差して、断層の両側の近くが逆方向に動いており、海嶺軸間の距離は大きな変化を起こさない。大西洋中央海嶺赤い部分がトランスフォーム断層 RR 型、トランスフォーム断層の存在する場所は、具体的には中央海嶺を横切る、いわゆる断裂体の名称で呼ばれる場所であるが、競技には抗議の断裂体のうち、 海嶺の中央部分を横切って地震を起こす現在活動的な部分をトランスフォーム断層といいトランスフォーム断層の外側の痕跡部分を断裂体という競技の断裂体はトランスフォーム断層の痕跡に過ぎず地震はほとんど起こらない大西洋いずれも大西洋中央海嶺を横切っている東太平洋海防赤い部分が トランスフォーム断層太平洋いずれも東、太平洋海某を横切っている。インド洋マラガシー断裂帯から、モザンビーク断裂帯は、マダガスカル島の南方で、北北東南南西方向にほぼ平行に走る断裂帯で、南西インド洋海霊を横切っている。南東インド洋海霊を横切っている。八百万年前のニューヘブリデス海溝と、トンカケルマディエック海溝海溝。 海口型トランスフォーム断層の種類現在のニューヘブリデス海口とトンガケルマデック海口トランスフォーム断層は大陸移動において海口と海口が横ずれ状にずれている部分にも存在すると考えられている。その形状は理論上同じ方向に海洋プレートが沈み込んでいく場合と異なる方向に沈み込んでいく場合に分けられ、さらにプレートが 反対方向の動きをする場合を考えると8つの場合が想定されることになる。同じ方向に沈み込む場合は、トランスフォーム断層の長さは常に一定と考えられるが、異なる方向に沈み込む場合は、沈み込む方向とトランスフォーム断層が動いていく。方向が同じ場合は、沈み込みによってトランスフォーム断層は短くなりついには消失してしまう。一方、 沈み込む方向とトランスフォーム断層が動いていく。方向が異なる場合は、トランスフォーム断層によるズレは大きくなり、長く伸びていくことになる。時間的に考えると3型で、トランスフォーム断層が一旦消失しても、プレート運動は継続されるため、4型へ移行すると考えられる。4型の例として、ニューヘブリデス海溝とトンガ・ケルマデック海溝が挙げられる。 800万年前より以前は3型で、トランスフォーム断層が短くなっていく状況であった。ものが、800万年前に、ニューヘブリデス海溝と、トンガ・ケルマデック海溝が一本の海溝となり、現在は、プレート運動によって、海溝軸がずれて、それが拡大していると考えられている。中央海例、海溝型トランスフォーム断層の例。アゾレス諸島イベリア深海平原 RT 型。 トランスフォーム断層が存在すると考えられているのは、大西洋のアゾレス諸島からイベリア半島沖のイベリア深海平原までの海域と地理沖の地理海嶺と地理海溝をつなぐ部分とされている。アゾレス諸島は、大西洋中央海嶺に交差して、北西南東方向に伸びる海嶺の上に位置し、アフリカプレートがヨーロッパプレートに対して、 北北西方向に沈み込むような形で、イベリア深海平原が形成され、イベリア深海平原とアゾレス諸島までの海底には、その歪みによって、トランスフォーム断層が生じているということである。2000万年前から、現在のサンアンドレアス断層3000万年前の、アメリカ西海岸の海底のプレート運動を4000万年前の、アメリカ西海岸の海底のプレート運動、 地震銀座として知られるアメリカ西海岸には著名なサンアンドレアス断層があるがこれは地上に姿を表したトランスフォーム断層と考えることができる。サンアンドレアス断層の構造はアットウォーターが1970年に発表した論文によって解明された。要約すると当初中世代から第三期にかけてアメリカ西海岸には ファラロンプレートが大きく広がっていて沈み込んでいたが、ファラロンプレートを生成していた中央海嶺までが沈み込んで、ほとんど消失状態となる。北西方向に動いている太平洋プレートが北米プレートと3000万年前にぶつかって横ずれ断層を生成する。太平洋プレートと北米プレートの衝突幅が広がるとともに、横方向の断層向規模が大きくなる。 現在になると、メキシコのマザートランからサンフランシスコの北方まで伸びる巨大な横ずれ断層が形成され、地震を頻発する。ありがとうございます。